望には実況君ならば私を選んでくださると思っていました。戦う戦闘か任せろ。明日には潮が引き、また道ができるでしょう。いたずらに体力を消耗する必要はありません。素材探しの途中で気づいたことですが、魚や海藻が道の中央まで打ち上げられていたり、塩水の跡が岩に残っていたりしたものは、おそらく潮の満ち引きと呼ばれる現象の跡なのでしょう。岩に残っている潮の跡から推測する限り、ここまで水が来ることはないかと。ですから慌てる必要はございません。こちらにお座りください。私まで落ち着かなくなってしまいます。当然のことです。大したことはないと分かっておりますから。さあ早く。寒くはございませんか？隣におかけください。もしや私のことを避けておられますか？でしたら隣においでください。お茶を入れて差し上げます。ええ、地上の海を眺めながら一服というのも風流かと思い、アークから持ってきております。作り置きですので味は少々落ちるかもしれませんが、雰囲気も味のうちです。お先にどうぞ。お口に合いましたか？立派な茶器も、盆も、茶菓子もありませんが、これもおつなものでございますね。それに、何よりも、誰もいない場所で、君と二人きりですから、忘れられない思い出になりそうです。あ、動かないでください。わかめがついておりました。海に来ているのだと改めて感じますね。何でしょう？何が違うのでしょうか？はい。他にはございますか？それだけのはずがございません。今この場にいるのは君と私だけ。この世界にただ二人きりということですから、誰の目も耳もありません。ですから私は思いのままに振る舞えるということです。元気があり余ってるの手当たり次第に壊したいわ。すぐに行こう。また死ぬ。大したことありませんね。いい戦いだった。次はもっと強いものと戦いたい。夜の海はとても美しいと聞きました。一緒に散歩などいかがでしょう？明るいですね。
よかった。少し歩きましょうか。君、お手を。君の手は大きいですね。背も高くて肩幅も広い立派な体格ですね。頼もしい背中です。どこがでしょうか。いつもなら想像もしないようなことを口にするのはとても楽しいですね。お答えをいただけますか。君の目には私の何が美しく映ったのでしょうか。そうでしたか。君は人の内側にある美しさを見ているのですね。無論それだけではないと思いますが、思慮深いお答えです。面と向かって褒められると照れてしまいますね。しかし君はそうは見えません。やはり褒められることに慣れておいでなのでしょう。君がこの桜のものになるか、それが最近の一番大きな悩み事です。大事を背負っているお方ですから、ある程度は目をつぶるつもりですが、ここだけはこの私だけのものです。肝に銘じておいてください。さあ始めよう。これで終わりか。はい、以前から興味があったのです。私は完成されたものばかりを見る身です。自分で作ったものを手にしたことがありません。ですから一度やってみたいと思っていたのです。材料はいくらでもありますし、失敗しても痛くありません。また作ればいいだけのことです。初心者向けの素材ですね。そうですね、手始めに生命界の屋敷を作ってみましょうか。やってみないことには分かりません。それに屋敷のことは外も内も全て把握しておりますから、理論上は完璧ということです。では始めてみましょうか。繊細さと忍耐の賜物です。茶の湯と通じる部分があるのかもしれません。君もやってみませんか。よろしければ私の後ろに座ってください。君の手を取ってお教えいたしましょう。急ぐ必要はありません。ゆっくりと少しずつ指先で整えていくのです。お上手ですね。このまま穴を開けてみましょうか。
お上手ですね。どうでしょう。さ、続けてください。その通りです。ええ、私の組織、生命会の先代当主は、私の父でした。私はそれを引き継いだだけです。私は幼い頃から、鋼の体となる前から、組織の垣根の中で育ちました。何一つ、不自由することなく、大切に育てられました。私にとって、組織は世界。私のためにある、完璧な世界だと思っていました。後ろ暗い部分があることは分かっていました。しかし、それもまた、私の世界の一部に変わりありません。しかし、ある日を境に、それが終わりました。当主であった父が、病に伏したのです。それが、アークの技術でも、治せないものと判明したとき、当然のように、世継ぎをめぐって、大きな争いが起きました。私は、知らないよそ者に、屋敷の敷居をまたがれたように感じました。身内はもちろん、組織を狙う外部の者も現れ、醜い策謀が飛び交いました。その時、私の世界は汚されてしまったのです。先代当主は、すべてを手にした方でしたが、まっとうな跡継ぎだけは、手に入れることができませんでした。何人もいた子供たちも、皆大人になりきれず、命を捨ててしまっていました。私は、先代当主の築いた世界を壊されたくありませんでした。しかし、私はか弱い、ただの少女でした。獲物を手に、屋敷へ押し寄せてくるような人々に、抗えるような力はありません。ですから、私も、武器を取ることにしました。当主が亡くなった日、私は自ら、ニケとなることを選んだのです。やりがいのある相手はいるか？いい戦いだった。次はもっと強いものと戦いたい。難しいことではありません。私のすることは、懐の刀を胸に刺すだけでしたから。それからのことは、簡単に肩がつきました。私は、己の世界をよく理解しておりましたから。垣根を越えてきたよそ者たちは、たやすく追い払えました。疲れを知らない不死身の体があるなら、造作もないことです。先代当主に仕えていた手下たちは残り、私に忠誠を誓いました。そうして、私の世界は守られました。しかし、当主となって改めて辺りを見回すと、何もかもがもう出来上がっていたのです。忠実な手下、立派な屋敷、裏社会での権威、組織への畏敬。私が手出しする必要は何一つとしてない、完成された世界でした。そこに、私が何かを望むことなどありません。すべてが揃っていましたから。私は組織で、組織が私でした。いいえ、全く。組織のすべては、私のために存在し、
私のすべては組織のために存在します。そこが外の世界と切り離された私だけの世界です。不満はありません。むしろとても満ち足りています。そう思っていたはずでした。私の世界に君が欲しいと思ってしまいました。しかしそれは叶わぬ話です。無理を通せば私の世界は壊れてしまいます。私は日陰に生きるもの。そして君は中央政府に将来を期待されたアークの希望話にもならないでしょ。根本から違うのです。私は黒、君は白。いいえ、むしろ限りなく白に近い灰色でしょうか。だからこそ手を伸ばしたくなるのです。君が混じり気のない白であれば、この気持ちは心の内にしまっておけたでしょうに。そう考えてしまいます。白と黒は相入れない。でももしかしたら灰色なら黒と混ざるかもしれない。そうして揺さぶられているのです。いっそ私の世界を壊してしまえば。聞き心地の良いことばかりおっしゃってくださいますね。そうはなりません。お分かりでしょ。それでもピンクのイルカなどという迷信にすがりついてしまうほど、何も失わず欲しいものだけを手に入れたいと願ってしまったのです。心から迷信が迷信に過ぎないと分かっていても、私はこれほどまでに君を揺れております。君を何としてでも手に入れたいと。それが私の世界の終わりとなっても構わないと思うほどに。ですがこの桜は辛抱いたします。組織と君の両方を手にする方法が見つかるまで、私は欲しいものは全て手にしなければ気が済まないずるい女です。ですから君は変わらずにいてくださいそうですね、それこそ写真のように美しいお姿のままでそこにいてください。そしていつの日か私のやり方で全てを手に入れられると確信できた時、君を夫として迎えに上がります。その時まではもう揺らぎません。月が綺麗ですねまだ夜は長うございます。もう少しこの桜にお付き合いくださいますか。元気があり余ってるの手当たり次第に壊したいわ。すぐに行こう。すぐに行こう。すぐに行こう。私の勝利じゃ。見つかった。あ、何の？あの島に行く道。道は一本しかないって。他にはないの。本当に？じゃあボート出してよ。ダメだね。こんな浅瀬じゃボートの底に穴が開くよ。
じゃあこのまま放っておく気？サクラとダーリンが一緒にいるのに放っておいていいの？じゃあどうしようってわけ？あの二人がいるところに押しかけてどうすんの？それはあんたが割って入れば仲違いさせられると思う？障害があると余計に燃えるって言うじゃん。逆効果になっちゃうかもよ。そんなレベルの低い邪魔はしたって無駄。あなただって嬉しそうに餌を取り上げてたじゃない。ちょっと意地悪したくなっただけ。二人きりで楽しそうにしてたからさ。私だって同じだよ。どうだか本気で引き剥がそうとしてるじゃん。とにかく今晩はもうあの二人のものだからおとなしくしとくべきね。よく意味がわかんないんだけど、譲るってこと？そんなの無理だろうね、あんたには。でも私は自信あるんだ。これぐらいのハプニング一発でミスターが持っていかれたりはしないよ。いや、取られたっていいの。また取り返せばいいだけだし。そんなの面倒じゃない？最初から自分だけのものにしとけばいいでしょ。ねちっこいね。何か言った？ねちっこいねって。そもそもあんたのもんでもないのに誰かが手を出したからって血眼になってさ、疲れるんじゃない？その生き方。だいたい笑っちゃうよ。なんでそんな大騒ぎしてんの？欲しがりのガキじゃあるまいし、毒蛇って呼ばれるには理由があるってことね。ま、泳いで行ってみれば？私は一杯引っ掛けて寝るからさ。待って。やだね、もうあんたに言うことはないよ。待ちなさいよ。ずっと言ってな。あなたも私をバカにする気？そうなのね。泥沼でもがいてる虫けら程度に思ってるんでしょ。でもあなただって所詮同じだよ。それ以下かもね、チンピラのクズ。今なんて言った？聞こえなかった？チンピラのクズって言ったの。立ち止まったってことは自覚があるみたいだね。マジで何？何だって急に喧嘩売ってくるわけ？相手間違ってない？先にふっかけてきたのはそっちでしょ？もう忘れちゃった。私はただ事実を言っただけだよ。偶然？私も。言葉には気ぃつけな。多めに見てやるにも限度があるから。ほらほら、また命令口調で話してる。私はあなたの手下なの？何でもあなたの手下に見えてる？それとも私がただのアウターリムの情報屋だってバカにしてる？私はね、あなたの手下じゃないの。当然あなたの下でもないし。そう？そりゃ知らなかった。教えてくれて助かるよ。そのお礼に、あんたが私の下だってことしっかり分からせてあげる。
久しぶりに腕を動かしたせいかしら気分がいいわ。焦りは禁物です。いい戦いだった。次はもっと強いものと戦いたい。エキゾチック、私の所属する部隊、それがアークという世界で与えられた私の階級。仕事は簡単だった。アークの吐き溜めアウターリムであらゆる情報を集め中央政府に報告すること。全てはアークに危険が及ばないように、アウターリムが崩壊しないよう調整するために。アークにはゴミ捨て場が必要だから。アウターリムは汚い、狭くて光も入らない。泥沼のような路地をさまよい情報を取引する。誠実ではいられない、善良ではいられない。そこは泥沼だから、誰もが自分の利益のために他人を利用することをためらわない。私は生き残らなければならなかった。私がアークという世界で与えられた階級がこれだったから。だから騙した、嘘をつき仲違いさせ裏切った。私は泥沼であがいた。そしていつからか私は毒蛇と呼ばれるようになっていた。やがてアンダーワールドクイーンがアウターリムを取り仕切るようになった。アークの闇の管理人、誰もが恐れる闇の象徴。でも私の目にはそれさえ輝いて見えた。憧れはすぐに嫉妬へと変わった。やると思った。あんたが考えることなんてお見通しだよ。バカにしないで。なんでバカにされなきゃいけないの。あなたと私何が違うの。ねえ、私と同じ汚いものを押し付けられてるだけでしょ。なのにどうしてあなたはそこにいて私はここにいるの。あんたがそんな風に生きてきたからだよ。生き残るためだったとかいう言い訳はさ、もう聞き飽きてんだよね。泥沼から這い上がってきた奴らに聞かれたらぶっ飛ばされるよ。じゃあどうしたらよかったの。首にあるチョーカーが見える。これがなんだかわかるでしょ。ご立派な飼い主様が私につけた首輪。人に言えないようなことをさせといて、できなかったら爆破するって脅されてるの。選ぶ自由があったと思う。私だったら引き裂いて死んでたね。言うだけなら簡単だよね。あなたがそう言える理由わかる？そんなことには絶対ならないから好き放題言えるんだよ。あなたは全部持ってるから。全部持ってるって？私が生まれた時から何でも持ってたとでも思ってる？少なくとも私みたいに何もない状態で泥沼に捨てられはしなかったでしょ。そんなのずるいよ。私だってこんな風に生きたいわけじゃない。こうなっちゃったの、私の意思とは関係なしに。バカなアークがそう決めたせいで私はこうなっちゃったの。もうほんとやだやだ。アークなんてなくなっちゃえばいいのに、
そうすればみんな同じになるよね。イカれてんの。あなたはアークが好き？当然よね。そこで美味しいワインを飲んで、部下を使っていい服が着られてる。やりたいことができてるんだから。ボートの運転とかサーフィンとか、私は習おうと思ったことさえなかった。あなたはしたいと思えばいつでも水泳用のボディに変えて、ハークの中で何でも楽しめるでしょ。私が持ってるものなんて古い携帯ぐらい。トレンドが過ぎた古い雑誌を拾って知ったかぶりすることしかできないの。冗談じゃない。あんたは自分の足で泥沼に入ったんだ。抜け出すために何かした？私から見たらあんたはあがいてもいないんだよ。一つ聞くけどさ、あんたなんでここに来たの？なんで写真を撮ってるわけ？私らの面でも撮ってどっかに売るつもり？え？そうとしか見えないんだって。あんたが自業自得で作っちまったイメージだよ。そうならないようにするチャンスはいくらでもあったはずでしょ。あったかもね。でもだから何？今日を生き延びないといけないのに、そんなこと気にしてる余裕ないよ。あなたにはあったんだろうね。それを手にする時間もチャンスも力も。あなたは自分が暗いところにいるって思う？私から見たらすごく輝いてるよ。眩しすぎて、羨ましくて、全部壊したくなっちゃうくらい。どうして私はダメなの？教えてよ。どうしてあなたは、あなたたちが許されて、私は、私たちはダメなの？何が違うの？ねえ。少し運が悪ければ、あなたは私になってたし、その逆もあったはず。その程度の違いなのに、私がねちっこい？自分のじゃないものを、なんで欲しがるのかって。私のものが何もないから！何でも持ってるあなたに分かるはずないでしょ！ち、ねえ、携帯壊れてるよ。これだけが私のものだったのに、これも壊れちゃった。海なんて来なきゃよかった。ねえ、止めないでくれる？
朝から大胆ですね。君も素敵です。霧は晴れているようですね。道も出ているようです。そろそろ戻りましょう。あまり遅いとうるさい方たちが騒ぎ出してしまいますから。その前に、次にいつできるか分かりませんから、その時までの分を先取りしておきましょう。指揮官。あれ、師匠、どこかに行ってたんですか？昨日どこかの島で何かあったって軽く聞いたけど。遭難だなんて大げさじゃない？どこかで一日遊んでただけでしょ。間もなく完了します。終了次第ご報告いたします。はい、では私たちは出発します。あ、その前に指揮官、少しよろしいですか？一日外泊したそうですね。念のため検査しておきましょう。さくらもこちらへ。特に何もありませんでしたが。それは専門家が判断することです。わからないでしょう。砂に未知の細菌がついていたかもしれません。ですから簡単な検査が必要です。わかりました、お任せいたします。はい、二人とも問題なさそうですね。お二人ともなぜか唇がとっても腫れている以外は特に問題ありません。リップを塗って潤いを保ってくださいね。そうですね。あ、みんなここにいたんだ。そろそろ帰るよ。決まってるでしょ、アークに。まだ写真が撮れていません。じゃあ今適当に撮って、時間がもったいないから。かったるくなってきてさ、ここでいくら楽しく過ごしたってどうせ帰ったら元通りの日常でしょ。虚しいだけじゃん。帰ったらすぐ血生臭い日常が待ってんの。ここにいる意味を感じられなくなったってわけ。ま、そういうこと。おかげで現実を思い出せたけどね。単なる女同士の喧嘩、よくある話でしょ。ロザンナがバイパーを押し倒して携帯が壊れたの、私見たよ。ま、ちょっと。バイパーの携帯ボロボロになっちゃった。それでバイパー部屋から出てこないの。バイパー泣いてた。もう写真撮れないって一晩中。だからそんなもんに何の意味が。写真は大切なの、バイパーが言ってた。私たち結局やらなきゃいけないことは変わらないって。でも楽しかったことを忘れないでいればまたそのために頑張れるんだって。私もそう、お肉美味しかった、もっと食べたいから頑張って働くんだ。写真はね、時間を止めるものだってバイパー言ってた。明日の仕事が嫌でも今日の仕事がきつくても昔あったことは変わらないって。だからたくさん写真を撮っておくんだって。撮っておけば自分のものにできるから、それが本当に自分のものになるんだって。だから写真は大事なの。ったく。ちょっと待ってて、行ってくる。
何それ、いらないよ。同情されてる、最悪。データチップまでは壊れてないでしょ。入れ替えて使いな。いらないって。使いな。いらない。私は人間だった時組織のヒットマンでね、生き残るために大勢やったよ。いきなり何の話？黙って聞いて。どうにか生き残りたくて、ボスに気に入られるために汚い仕事も引き受けてさ。私は信頼されて、いろいろ任されるようになった。そうやって自分の居場所を手に入れたの。生き残れるって安心感と、これからもこんな真似を続けるのかって複雑な気持ちになってさ。それで足を洗おうと決めた日に蜂の巣にされたんだ。ボスに裏切られたの。私が裏切るために勢力を伸ばしてるって勝手に勘違いされて、で私はニケになった。アンダーワールドクイーンになって。私が最初に何をしたと思う？もともといた組織を全滅させたんでしょ？そういうのベンデッタとか言ってるんだって？そう、当然よね。その後さ、なんて思ったかわかる？知らない。寂しいなって笑っちゃうでしょ。あそこは私の人生だったからさ。最後はぐちゃぐちゃになっちゃったけど、私の人生は全部そこにあったんだ。それが全部なくなったの。跡形もなく。あ、そういうこともあるよね。それからヘッドニアのボスとしてアークの闇を一つずつ消していったわけ。でもある日ふと考えてみ、何かを消してばっかりだった。何一つ残しちゃいない。何が言いたいの？さあね、話はそれだけ。とにかくその携帯はあんたが使って。同情なんかいらないってば。同情？バカじゃないの？同情なんかするわけないでしょ。ただあんたもなんとか生きようとしてるんだって気づかされたから、それを手伝いたくなっただけ。見返りのない善意なんて私らの世界ではそうそうないでしょ。もっといいのを使えばよかったのに。お金はあるんでしょ？余計なこと言わないの。私やっぱりあんたが嫌い。私と同じだね。あんたと私は違う。スタートラインもゴールラインも違うはず。当然ね。多分私らは永遠にお互いのことなんか分かりっこない。私もそう思う。でも一緒に写真を撮るぐらいはできるよね。まだ手下扱いする気？ついてきな。サーフィン教えてあげる。え？ボートの運転も。ほら早く来て。お、ほんと気に入らない。元気があり余ってるの手当たり次第に壊したいわ。これで終わりです。すぐに壊れないでくれよ。
しばし背中を預けます。これで終わりか。こんなことはよっぽどじゃないと言わないんだけど、あんたほんと才能ないね。体を使うのは得意じゃないの。ボートの運転が体を使うなんて今日初めて知ったけど。バカ力だからハンドルの重さが分かんないのかもね。銃よりは軽いでしょ。ただあんたが体の使い方を知らないだけ。ダーリン、そうなの？私って体の使い方を知らないと思う？ダーリンはよく知ってるでしょ。そういうのいいから早くハンドル握って。もう何時間やってると思ってんの？師匠、口にハエが入りそうですよ。よだれが垂れそうね。島の探索が終了しました。マスタング社長から伝えられた条件で判断した限り、ここは人類の生存が可能な場所と確認できました。あくまで簡易の調査ですが、可能性は十分あるということです。猛毒の虫とか植物とかもないし、フルーツも食べられるものばっかりよ。ラフレシアがちょっとあれなぐらい。水位が上昇しても島全体が水没するほどではありません。もちろん天候による差はあるでしょうが、基本的には安全と言っていいかと。メイデンとギルティから聞きましたが、人類に危険を及ぼすような魚は見かけていないそうです。クラゲも致命的に危険なものはなさそうです。フグの毒にだけ気をつければ問題ないでしょう。それから医療的に有用そうな薬草の植生も見られますね。海の上だしラプチャーからも比較的守られてるわね。それから周辺に似たような環境の島が見つかっています。そこまで手を伸ばすことができれば結構な広さになります。完璧ではありませんが、どうにか生きていける水準です。ただ支えられる人口は100人ほどに限定されます。はい、今回のように継続的に探索の成果を上げていくことができれば、仮にアークが壊滅するという最悪の事態が発生しても希望は残せるでしょう。以上、探索の終了を報告いたします。はい。よし、お仕事終わり。お仕事というよりは観光に近かったですけどね。手を抜いたわけではありませんから問題ないのでは。そうよそうよ。それじゃ何して遊ぼっかな。私に考えがあります。え、何何？皆さんご一緒にピンクのイルカと写真を撮りませんか？ああ、今回の騒ぎの中心ね。でも撮ろうと思って撮れるものなの？ピンクのイルカをおびき寄せる餌があります。これを使えばいいでしょう。ピンクのイルカは一日一回この島の近くを通るみたいね。今日はもういなくなったわ。どうしてそのようなことを？ピンクのイルカを観察していたから。ですからどうしてそれを？君は本当に、いえ、何でもございません。では、明日また
ピンクのイルカが来るまで時間があるようですから。さあ始めよう。熱くなってまいりましたね。しばし背中を預けます。大したことありませんね。こういうの望んでたんでしょ。私上手にできて。ギルティ、これで何回目ですか？替えのボールももうあまり残っていませんよ。ごめん、力の調節がうまくいかなくて。もう一回いきますね。えいはっ。これは困りましたね。何もご存じないようですね。夏のビーチといったらビーチバレーなんですよ。同じ場所にずっと座っていたら体がカチカチになってしまって。体をほぐしてたの。ビーチバレーは無理みたい。そうですね。スイカ割りをしましょう。スイカを割るんですよ。人の頭とかではなく。そう言ったでしょ。少々不安ですが。じゃあ私は素手でやるから。やっぱり頭を割るつもりでは。何を作っているんですか？建物です。まだ作り始めたばかりですから細かいことは決めておりません。赤い砂だからか変わった雰囲気がありますね。そうでしょ。これなら何を作っても美しくなりそうです。では魔界軍の前線基地といった感じのものをお願いします。魔界軍の前線基地ですか？はい、そういうコンセプトなら赤い砂が似合いそうです。赤い魔界軍の前線基地、これは見逃せませんよ。3倍は丈夫になりそうです。私には何のことやら。私が教えて差し上げます。待ってください。私が後ろに座って。その場所はあの方の。はい。いえ、何でもありません。腰を落としてバランスをとって。簡単に言わないで。ちれったよ。ただ立ってればいいんだよ。いい大学に行く方法は勉強することですみたいなこと言わないでくれる？ほらまた来るよ。ふん、疲れる。行って。今回はパス。私がボランティアで教えてると思ってる？じゃあ私がやる。うまくできそう。あんたが？泳げるボディだっけ？泳げるボディ？何それ。やめときな、死ぬよ。サーフボードは逃げ用だからボードは壊れはしないだろうけど、沈んだらおしまいよ。あ、波が来た。誰か止めて。もう、バカ。
お疲れ様。疲れることなんてしてないわよ。毎年こんな夏だったらいいのにね。食べたい時に食べて、寝たい時に寝て、ビーチ、太陽、海、くー、最高。ほら乾杯。それはそうと、アニス、お腹にちょっと脂肪がつきましたね。ごめん、顔にかけるつもりはなかったんだけど。それより何言い出すのよ、お肉がついたなんて。そうですね、ここに来た時と比べると確かに。まさか。測ってみましょうか。冗談はやめてよねえ。ラピー、あんまりお腹をじっと見ないで。確認してる。やっぱり太ってる。そんなことないわよね、メアリーの勘違いよね。ね、太くなってるわ。いやさあ、始めよう。ジムなんて面倒だよ。それが十分なのに。大したことありませんね。すぐに行こう。こういうの望んでたんでしょ。私上手にできた。ジュージューバーベキュー。私は火力マスター、火力マスターだから、バーベキューもお手の物。バーベキューマスター、レオンレオンレオン。大丈夫？はい、まだ行けます。3時間ほど焼き続けてますが大丈夫です。あと少しだけ頑張って。みんな思った以上に食べてる。はい、美味しそうに召し上がられてますね。ところでアニス、どうして食べないんですか？さっきから焼いてばっかりですよね。私はいらない。ん？ああ、焼きながら匂いを嗅ぎすぎて食欲が落ちてしまいましたか。ではアニスの分だけ特別に秘蔵のレシピで焼いてあげましょう。ううん、ありがとう。でも本当は大丈夫だから。ラピ、アニスが死んでいます。死んではいないわ。お肉は食べない、炭酸水も飲まないアニスなんて死んだようなものですよ。多分言いたくない事情があるのよ。どう、お嬢ちゃんの口に合う？もちろんです。おいしゅうございます。たくさん食べな。いつもどうせ健康的な食事ばっかりで、こういうのを食べる機会なんてないでしょ。カウンターズの皆さんが用意しているのに、なぜロザンナが自慢げなのでしょうか。
ヘッドニアの資金提供がありましたからね。ちなみに医療用品もです。他にもいろいろと支援してくださっていますね。マスタング様のお取り計らいと伺っておりましたが。そうだけど、もっと足せばもっと豪華になるでしょ。だから上乗せしたの。あれだけ渋っていた割に裏でそのようなことをされていたのですね。水泳用ボディにサーフボード、もしかして誰より海を楽しみにされていたのでは。まあ組織の品位がとか言いながら、ピンクのイルカを探してた誰かさんと同じくらいじゃない。ま、それで唇の腫れは引いた。ドクター、お嬢ちゃんが急に話せなくなっちゃったみたいよ。まあ唇の腫れがひどくなったせいでしょうか。特製のリップグロスを塗って差し上げますね。パク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 、もっとちょうだい。はい。パク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 、おかわり。はい。パク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 、もっと。チョッコル、ゆっくり食べたら。やだ、早く食べたい。はいはい、たくさん食べて。あれ、ここにあった串は。それも食べた。野菜もちゃんと食べなきゃ。それはそうね。釣りに行ったよ。ピンクのイルカもいいけど、ホホジロサメと一緒に撮りたいって。さあね、食べてないんじゃないかな。夢中になってる時って食事も忘れたりするでしょ。ダーリンってさ、女たらしの才能あるね。普通はそこまでいちいち気にかけないよ。そう思ってるのはダーリンだけだよ。ここに来てる二家の中でダーリンを単なる仲間って思ってる子なんて一体何人いるかな。狙ってるよ、どう見たって。そういう反応自体が危ないってこと。ダーリンは何気なく心に入ってきてめちゃくちゃにしちゃうの。本当にめちゃくちゃ。心に決めてたことを出てもいいと思うくらいだから、ダーリン、あんまり誘惑しないでね。涙を流す女の子、一人や二人じゃ済まないよ。しないとは言わないんだね、さすが。邪魔するものはすべて切るまで。しばし背中を預けます。すぐに行こう、すぐに行こう。熱くなってまいりましたね。こういうの望んでたんですよ。
上手にできて。全然釣れませんね。このままではホホジロザメは釣れないかも。そもそも実在するものなのでしょうか。ギルティ、大丈夫ですか。やはり素手で魚取りは体力が。いいな。ん？みんな仲良しよね。喧嘩して仲直りして笑って騒いで楽しそう。急にどうしたんですか。確かに釣りは静かに物思いにふけるコンテンツですが、いきなり友人の話とは。私はああいう風に友達って呼べるような人がいないの。シンとクエンシーは同じ舞台だけど友達とは呼べないし。他にご友人はいないんですか。私が触ったものは全部壊れちゃう。壊れたものはもう二度と戻ってこない。だから触るのが怖いの。昔はね、壊すのがすごく楽しかったんだ。でも今は別に楽しくないわ。触る方が楽しいのに触れないの。壊れるから。私は壊れませんよ。どうして。あなたより強いですから。じゃあ私と友達になってくれる。そうですね。仕事柄友達を作ることは難しいんです。ですが努力はしてみます。じゃあ友達になりましょう。私たち。その代わりゲームと釣りを覚えてください。そこは問題ないですよね。いいよ。君中央政府で働いてるんでしょう。人違いでは。私は警備スタッフです。そう。私ね、犯罪者だったの。それで手錠をしてるのでしょうね。あのね、もし私がまた悪いことをしたら、メイデンが捕まえに来るの？私は警備スタッフなので通報するだけです。メイデンが中央政府の裏のエージェントだったとしたら。そういう設定ということですか。もし中央政府の裏のエージェントだったとしたら捕まえに行くでしょうね。それで本当に逮捕する。逮捕します。中央政府の裏のエージェントたるもの、行使を区別できないといけないでしょうから。いつも冷静沈着でアークのために戦えないといけません。いや、わかりませんね。私にそんなことができるかどうか。できるでしょうか。じゃあメイデンは裏のエージェントにはなれないね。そうですね。あれ、なんでしょう、この力は。引きずり込まれそうです。私が手伝う。触ってもいいの。もちろんです。
です。そうに違いありません。うん、きっとそう。これですよ。友情が成立した直後に願いが叶う。ドラマチックな展開なら欠かせないパターンです。よくわからないけど気持ちはわかるわ。引っ張ってください、ギルティ。後方指導様と写真を撮らないと。うん。指揮官？女の友情に男が挟まらないでください。生命界のやり方をご覧に入れましょう。すぐに行こう。これで終わりです。これで終わりか。了解。クラーケンですか。以前撃破したはずでは。ラプチャーですから同型がいないとは限りません。それからクラーケンは島に接近してきています。このまま放置した場合、島が襲撃に遭うものと思われます。全部壊れちゃうね。困ったね。まだちゃんとした写真一枚も撮れてないのに。ダメ、それはやだ。あれ倒そうよ。クラーケンはタイラント級のラプチャーです。前回はアドマイヤー号が配備されたのでなんとか勝てましたが、今ここにはボートが一隻あるだけですよ。逃げるしかないのかな。やだ、逃げたくない。私も嫌だよ、ジャッカル。でもどうしようも。戻ったわ。お疲れ様です。どうでしたか。うん、やはりアドマイヤー号なしでは。いいえ、賞賛は十分あると思う。はい。威力偵察の結果、外部の装甲がかなり弱体化していることが判明したわ。うん、タイラント級とは思えないくらいね。金色なので強化版かと思っていたら弱っているようですね。落ちてきたパーツを調べたら金箔みたいに簡単に剥がれてね。湿り気とかぬめり具合からしてただの苔とかプランクトンとかそんなとこでしょ。つまり試す価値はあるということですか。良いお考えです。島を台無しにされるわけには参りません。写真も撮らずに帰れないの。準備はいい。あいつを狩る。あ、待って、写真のバックアップしとかなきゃ。こんな時に帰ってこれないかもしれないでしょ。死んだらバックアップする意味あんの。いつか誰かがここで
見つけてくれるかもしれないでしょ。そうすれば写真の中で生きてられるから。さっさと済ませな。もう少しだよ。みんな準備して。光線距離に突入。これで終わりか。こう確認。装甲に守られてます。私が行くわ。改造しておいたの。あれ、誰の携帯よ。もちろんロザンナの。ほんと尺に触るの。少々失礼いたします。君が私の隣にいる限り、私は決して揺るぎません。クラーケン、コア消失。楽勝だったわね。停止。少しでも動いていたら当たるところでした。再起動。クラーケン、撃破を確認。あら、お二人ともどうかされました？いや、気のせいかな。何でもありません。ねえ、これどうする？金箔ではないんですよね。持って帰るのも大変そうです。手で運びきれるものじゃないと思うわ。ビーチの景観が台無しじゃない。どうにか片付けられない？キラキラ光ってかっこよくありませんか？はい。あと20分ほどかと。黄金のモンスターを倒した勇者みたいじゃありませんか？
ちょっと降りてよ。私が日陰になっちゃうでしょ。集合写真だからきちんと立ち位置を決めた方が。それぞれの撮りたいように撮る方がいい写真になるのではありませんか。いい写真？じゃあ一番綺麗に見せるためにどんな手でも使わなきゃ。写真はみんな美しくしとかないとね。うえ、バイパー、これまずい。美味しいわけないでしょ。メイデン、何してるの？ああ、釣り針にクラーケンを引っ掛けてみました。こうすれば私が釣ったように見えませんか？何しろホホジロザメより大物ですし。私も釣り竿を握らせて。構いませんが、力を入れすぎないでくださいね。ただ立ってるだけよ。力が強すぎるんです。お嬢ちゃん、こっち来て。はい、ならず者さん。どうだった？私はわざわざ堅苦しい言葉を選ぶ必要はありませんね。とても良かったです。私も。次はモランも連れてこないとね。仲間もいっぱい連れてきてさ、ここで夏休みを過ごすの。いい考えです。そのためにも早く地上を奪還しなくては。当然よ。ミスター、いいのが撮れた？まだフィルムは残っているでしょ。それじゃ存分に撮りましょう。ええ、後悔のないように。これで終わりか？